あ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージということでね、皆さんお元気でしょうか。やっぱりお二人とも素敵なスマイルですよね。スマイル、はい、あもうスマイルはね、人を明るくしますから。はい、スマイルに欠かせないのが歯だと思うんですけど、お二人歯も、はい、健康的にされてますか。歯はスポーツマンの命でございますからね。この間一本抜きましたここ。はい、今日はそういうお話なんですか。そうなんですよ。今回はですね、歯科経営コンサルから歯科機器の販売などなどあらゆる事業展開を行っているこちらの企業様をご紹介します。今最も売れている歯ブラシがあることをご存知だろうか。その歯ブラシの名前は奇跡の歯ブラシと呼ばれている。一見どこにでもある歯ブラシに見えるが、この歯ブラシ山形カットで歯と歯の間が磨きやすいように設計されており、これまでにない短時間のブラッシングで汚れが効率的に落ちると口コミで評判を呼んで爆発的な大ヒット商品となっている。実はこの歯ブラシを考案し設計したのは、もともと歯科業界とは全く関係のなかった人物だという。その人物の正体は一体誰なのか。幸せを掘り起こしてその人たちに提供してあげれば売り上げというお金を払ってくれるという事実を私の中で認識できた。ビジネスの本質を知るカリスマ歯科開業プロデューサー兼経営コンサルタント、株式会社 C&C カンパニー代表取締役社長西尾秀俊。ホリリンホワイトニングシステム、デンタル保育システムなどなど、西尾の手掛けたビジネス・ヒット商品は多岐にわたる。さらに西尾は成功する歯科医院経営88の法則、成功している歯科医院は何をしているのかという本も手掛け、歯科業界へのビジネスの可能性についても言及している。現在は歯科業界に転身し大成功を収めている西尾だが、実は彼の前職は証券会社に勤める営業マンだった。証券マンから歯科業界に転身したきっかけとは何だったのか。爆発的なヒット商品となった奇跡の歯ブラシが生み出された誕生秘話まで、ビジネス成功へのヒントを西尾に聞いた。今回そんな西尾さんが考案されたものを、があるとお伺いしたんですけど。そうなんですからね、私実は特許受注信案を全部で29個ぐらい持ってるんですよ。でそれはこういったね、歯ブラシとか、はい、あとはこれもそうですね。不思議な形、はい、本当だ、これ不思議な形ですね、うん、そうですね、山の形みたいなピラミッドなんです。ピラミッド、ね、ああね、そう、この歯ブラシね、めちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいかというと、通常の歯ブラシよりも4倍から5倍清掃効率があって、はい、ほとんど傷めないんです、歯とか歯茎を。でね、この歯ブラシ平らですよね、はい、皆さん平らな歯ブラシ使ってること結構多いんです、うん、で平らがダメだって言うんじゃないんですよ、うん、平らな歯ブラシで磨くのは 100% の磨き残しをなくすのは難しいんですよ。あ、なぜ難しいかというと、そうこれ模型があるから模型で説明しますけど、こう当てますよね、はい、隙間ありますよね、うん、歯と歯の間ありますね、当てますよね、隙間ありますよね、溝の深いところ、うん、当てますよね、歯と歯の境目、うん、難しいですよね、うん、この3つの磨き残しの隙間に歯周病と虫歯の原因が全部凝縮されてる、うん、つまり歯と歯の間と溝の深いところと歯と歯の境目の汚れを落としてあげれば、うん、虫歯も歯周病もかなり下がる確率はね、うん、ところがなぜ皆さんなってるかというと、この歯ブラシでこう磨いたりしてもなかなか入り込ませられない、はいはい、で奥歯皆さん詰め物してますよね、はい、磨けてないんですよ。あ、ってことは今も磨けてないんです、うん、磨いてるつもりでもね、そうで平らだから中に入らない、うん、でガーってやると先に当たったところ傷つけるんですよ、うん、で特に歯と歯茎の境目もこれよく見ると歯茎に当たるんですよ最初、はい、当たりますよね、うんうんうん、当たりながら端っこのレースがちょっとだけ入るんです、うん、そうですよね、うん、ってことは残りの8割の毛が遊んでるんですよ、うん、でここの先っちょを使ってくださいねとか斜めにやってくださいねっていうと全て角を使えってことなんですよ、うん、隙間だから、ね、じゃあこの4つの角を真ん中に持ってくるとピラミッド状になるんですよ。これだとバシッと入るわけですね、待って、入ります。ですからこれだと当てるだけで入る、ね、あ、当てるだけで
深いところに入りますね。で特にね歯と歯の境目、これね歯茎に当たってないんですよ、ほら。あ、本当だ。なるほどね。でこれをね私が考えた、はい、で私が思いついて私が作ってるんですよ、うん、でもう一つ面白い話すると、そうなんです、自ら作られてるんですか。でグーにしていただきます、はい、これね歯と歯としますよね、うん、これいいですか、これ、はい、これ歯と歯、はい、でこれ歯と歯茎境目、はい、入ってませんよね、隙間に。あ、入ってない、痛いですよね。あ、周りに歯茎に当たってますよね。これね私の歯ブラシだと痛くないですよね。入ってますよね、入ってるからね、これ隙間入ってますよね、これがねこの歯ブラシの最高にすごいところなんですよ。でなぜこれ私が思いついたかというと、もともと私証券マンなんですよ。歯科業界の人間じゃないんです、全然関係ないの。証券会社で営業してた、うん、ある大晦日の日に会社のコンピューターのキーボードを掃除してたんですよ、はいはい、この平らな歯ブラシでね。でその頃のコンピューターでまだキーがこう高くて台形だったので、はい、こうしてこうするんですよ、うんうん、でこうしてこうするんですよ、つまり台形なんで、うん、手首返すのにくたびれてくるんですよ、うん、でこれ平らだから手首返さなきゃいけないじゃないですか、うん、じゃあこれね切ってしまえと言ってピラミッド状に切ったんですよ、うん、あ、まさにこの形ですか。そうこうでいいじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃ便利じゃん。ね、そこからそうでこれよく見たら社長、はい、素晴らしい発想で、素晴らしいでしょ、はい、天才なんですよ私。すごいなって思うんですけど、ね、ぶっちゃけ売れてるんですか、はい、これね、はい、めちゃくちゃ売れてるんですよ。そうなんですか、はい、あ、そうなんですか。これね私あのテレビショッピングで1時間で10万本売るんですよ。え、すごい。で今まで累計で200万本以上売ってるんです。つまりこれでね10億以上なんですよ。ほー、はい、1本おいくらなんですか。1本400円です。400円、はい、うんうんうん、でねあんまり見たことないじゃないですか、はい、なぜかというと生産が追いつかないんですよ。あ、もう売れちゃってるんですよね。だからテレビショッピングと一部の歯科医院以外で売ってないんです。なぜ証券会社からこっちに行ったかって話なんですよ、はい、そうですよね、はい、全然違うじゃないですか、うん、証券会社の時に私ね人生の価値観が根底からひっくり返ったんですよ。価値観がいい方からどっちからとるとも、あのね、うん、まあ、私の中では悪い方からいい方に変わった。悪い方からいい方に、もともと私大学の時バブル全盛だったんですよ。時はバブル経済の崩壊が始まっていた1991年。当時証券会社の営業担当だった西尾、営業経験ゼロからスタートした西尾に待っていたのは想像を絶する証券営業マンへのバッシングだった。西尾は来る日も来る日も上司から指定された虎ノ門エリアにある200件の会社を営業して回る日々を送っていた。時はすでにバブル経済は崩壊し証券会社への不信が最高潮に高まっていた時代である。西尾の営業成績はもちろんゼロ。西尾は行く先々の会社で怒鳴られっぱなしの営業を続けていた。そんなある時、西尾にとって人生の転機となる出来事が起こる。3ヶ月間回り続けたら誰も口聞いてくれないんですよ、その全部で。もうまたかみたいな。そう。で、その後も回り続けて半年したらあるパートのおばさんが声かけるんですよ。西尾君ちょっとおいでと。でその頃ほら私の名前知らない人いないのでそこ有名なんで嫌われ者で、であんたねこんなにみんなに嫌われて辛くないのって言うんですよ。いやいや辛いですけど仕事なんでって言ったら、うん、うちにはねあんたと同い年の息子がいるんだと、であんた見てると涙が出てくると、であんたのお母さんの気持ちを考えると泣けてくると、でね貯金してやるからなんか持ってこいって言われたんですよ、その人に。そうで私で断ったの。いいですって、いい、お前じゃなくて私のために貯金したいんだと、で あんたの会社じゃなくてお前に貯金するんだっつって貯金してくれたんですよ、無理やり。へえ。でそれを課長に言ったらめちゃくちゃ喜んでくれたんですよ、うん、そう。でお前もう一件起こすと営業に開眼するって言われて、開眼もう一件起こしたらいろんなものが見えてきたんですよ。何が見えてきたかというと、はい、人は幸せになりたいんです全員、うん、そうですよね、うん、で幸せになるためにお金払うんですよ。そうですよね、うん、で幸せになる場所に行くんです、うん、そうですよね、うん、で幸せって何かというと人に認められたいんです、うん、愛されたいんですよ存在というもの、うん、ですからお洋服とか、ね、まあ、例えばボクサーだったら世界一になりたいのは認められたいってことなんです、うん、
じゃあ証券という私の仕事を通じてどうしたらその人の幸せを追求してあげられるかと、うん、いうことを追求してあげると売り上げがめちゃくちゃ上がり始めたんですよ。ね、ということはどういうことかというと、幸せを掘り起こしてその人たちに提供してあげれば売上というお金を払ってくれるという事実を私の中で認識できた、うん、それはでも想像できないことでしょうね。でもその時の証券マンをやられてる時の苦労があって、うん、そういうところのひらめきがあって、はい、あこれ我慢しててでテレビショッピングですか、そうです、その出会いがあって、これ客観的に考えたらね、歯科医師でもなくて大学の研究者でもメーカーでも何でもないただの一人の人間がですよ、こんなに爆発的な歯ブラシを、まあ、いわゆる世に出せるって誰も想像つかないですよ。そうですね、よく特許をさ取るのはさ、その研究室じゃなくて、うん、おばちゃんたちがいろんなものを特許で生まれるっていう、あの発想なんだよな、うん、一番だって人が喜ぶもんなんだこれだろうって言って出されたらそういうふうに思うよな、ね、そうですよね、あこれかって説明がこれだけ上手に説明されてね、はい、ですから私が何をしているかというと、どうしたら困ってる現象を解決できるかなっていう社会が喜ぶ現象をロジックの規定に置いてから組み立てると、いろんな新しい商品が世に作れて売り出せるんですよ。そうするとね、もうできた瞬間に売れることが分かってるんですよ、はい、そうですよね、もうそうですね、自信がありますよね。多くの人々は売れる商品を作ろうとするから世に出した時に売れるか売れないか出してみないと分かんないんですよ。で売れないと会社が苦しんじゃう、そうじゃなくて売れるものを作って無理のいわゆるハードルを乗り越えてって世に出れば絶対売れるんですよ、うん、喜ばれるものだって分かってる。そうだからね、論理の基軸を自分の方に置いちゃいけないんですよ、うん、そうすると諦めなくなっちゃうから、うん、先ほどの話ですね。重要なのは外においてどうしたらその人たちが幸せになれるかというこのねギャップを掘り起こすという作業をしてあげると必ずうまくいくんです。ね、これからも次いろいろ出てくると思うけども、ね、そうなんですね、もう浮かび上がってるんだね、時間になっちゃったので、はい、最後にですね、はい、格言をお伺いしまして、ね、終わりにしたいと思います、はい、あの私常に思っていることがあって、10年後の私もしくは死ぬ時の私に褒めてもらいたいんですよ、今の私を。 あの時のお前はよくやってたと言って褒めてもらいたい。なんでか、あの世に持っていけるのは満足感しかないんですよ。お金も物も何も持っていませんから、うん、持っていけるのは自分の満足感だけなんです。満足して死にたいんです。それだけなんです。素晴らしいな。頑張らなきゃな。天才が奇跡のものを生み出していくわけだよね。よく言われます。面白いお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人とも昔からお話しするのって上手でした？いや僕はそんなことなかったんです、そうなんですか。意外と上に兄貴がいたら兄貴がみんな喋ってくれるんで僕は喋らないタイプだったんですけど、はい、その反動で今喋ってます斉、藤さんいかがですか。いや私もどっちかというと口下手な方です。あ私もだったんですよ、はい、じゃあ口下手な3人でお送りしてもらったんですけれども、はい、続いてご紹介する企業様なんですが、口下手でもコミュニケーション力が上達するというコーチングを行っているこちらの企業様をご紹介します。今大事だな。ストレス社会の現代、日本でも厚生労働省がメンタルヘルスの特設ホームページを開設するなど、日本社会における精神疾患の問題は国を挙げての対策が求められる時代となっている。メンタルヘルスの大きな原因となっているとされている人間関係によるストレス、この主要な原因となっているコミュニケーション問題に対し解決方法を提案する企業がここにある。人は誰でも無限の可能性を持っていると、でそのお手伝いをするのがコーチの役目である私であると。コミュニケーションコンサルタントのプロフェッショナル、セルファクト株式会社代表取締役岩木哲也。岩木の運営する会社名セルファクトの由来は、アメリカの心理学者エイブラハム・マズローの欲求5段階説の中にある自己実現の欲求、すなわちセルフアクチュアルゼーションの頭文字に由来する。タフな商談を必ず勝ち取る外資系の交渉術、思い通りの結果を得る6つのメソッドという本も出版している岩木だが、彼は世界最大の国際輸送企業にて営業部長を務めたキャリアを持つ。
コミュニケーションの問題が人間関係のストレスへと発展し、メンタルヘルス、さらには会社内でのパワーハラスメントといった問題などどのように解決すればいいのか、コミュニケーションコンサルタントの岩木に聞いた。コーチングっていうのは具体的にはどのようなものなんでしょうか。ものの考え方なのかな、うん、そうですね、考え方ですね、おっしゃる通り。コーチングというのはもともとその人が持っている力を主に会話によって引き出すということをするんですね。でよく比較対象にされるのがティーチングと呼ばれている考え方があるんですが、これはもう学校の先生のように相手が知らないことをこちらが教えてあげると、る、はい、それがティーチングなんですが、コーチングは逆に答えは相手の人が持っていると、それに気づかせてあげるという、はあ、自分のことは意外と分かんない時あるからな、それは指導者は、僕らが子供たちを教えさせていただいてると、はい、そこに一番悩むところですよ ね、 そうですね、どうやって引き出してくるかっていう、はい、どうやって引き出していくんですか、はい、非常に興味あるんですけどね、はい、まず具体的には主に質問というスキルを使うんですね、はい、でその質問をいくつかしていった中で相手に考えさせていくということをさせるんですね、はい、で仮に答えが、まあ、答えらしきものをこちらが、まあ、考えていたり持っていたとしても、うん、そこに導くように気づかせてあげると。気づきですか、はい、それをが質問によってなんですね、はい、こっちから言っちゃうんじゃなくて、はい、あくまでも言わせるような、そうです、なんて言わせるようなじゃないな、はい、引き出しですかね、やっぱりね、はい、引っ張り出すポイントは相手に考えさせるということですね、はい、こちらが答えを最初から言ってしまうと相手が考えることをしないので、あ、そうすると相手の力でそれを答えに到達したことにならないというふうになってしまうんですね、うん、はい、こうそれはなんかこう違いが出てくるものですか。はい、常にこちらが答えを言ってしまって導いてしまうと相手が自分で考えてそこに到達しようとしなくなってしまいますので、うん、相手の力が伸びなくなってしまうと。これは運動面スポーツ面でもそうですし、はいはい、うん、学力とかあるいは最近では非常に注目されているのがビジネス、はい、仕事面とかでもですね、自分の本来の持っている力が出せなくなってしまうと、言われた範囲だけでやってし、はやれるようになるけれども、これ本当に、はい、ビジネスの今世界って言われたけど、我々スポーツの世界でも結局指導者が力を持ったり指導者が勉強いっぱいしているとどん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 指導者が伝えていっちゃうから、はい、ある面サッカー選手もそうなんだけど 早道なんだよね、うん、そこに到達するのはでも自分で考えてきてないから、はい、うん、到達した後どうしていいか分からなくなるとか、そうですね、あと落ちるだけしかなくなるんですよね、はいはい、おっしゃる通りサッカーも非常に頭を使うスポーツだと思うんですよね、はい、そうなんですけどね、なので指導者から教えられてることだけをやってしまうと、はい、なかなか自分の力が伸びてくるならないと、ならないんですよね、はい、行くとこまで行っちゃって後から全然こうオリジナリティが出てこなくなっちゃうんですよね、はい、そうだと思います。このコーチングを始めたきっかけっていうのは何だったんですか。もともと私がまあ会社員時代ですね、うん、非常にその圧力でもって指導する立場の上司がいましてですね、はい、で私もちょっと一時期メンタル不調になったりもしまして、でやがて今度自分の部下の部下がですね、うつ病になってしまったりというような経験がありまして、あ、これはもうその時にこういう圧力でもって指導するのが、まあ、管理監督者のやることではないなというふうに非常に強く感じたんですね。ですので、あ、その会社の中でも管理監督をする立場の人はコーチングの考え方が非常に必要だというふうに思いまして、それが一つと、もう一つあるんですが、会社員時代の最後の方はですね、トレーニングマネージャーといいまして、社内の研修を企画したり、はい、まあ、自分でも時には講師をやったりする仕事をやってました、はい、営業管理職兼そのトレーニングマネージャーという立場だったんですが、まあ、その時にこういったコーチングのことを伝えていくことをやっていたんですが、それが非常に面白くてですね、あ、はい、みんなが納得するし、なんていうのかな、それがもう必要だっていうのが分かるんですよね。そうなんですね、はい、話を伺っててそうだもん、ね、はい、そうですね、そういったこう岩木さんの経験があってできたものだと思うんですけれども、うん、オリジナルのコーチングがあるとお伺いしたんですが、はい、実は勝手に私は岩木式メソッドと呼んでるんですが、はい、ちょっとこちらの図を使わせていただきたいんですけれども、はい、コーチングもカウンセリングも根っこは同じなんですが、
別々に習ってる人がいますし、片方しかできない人がいます。あ、教える方の立場の人がですね。教える方の立場の人がですね、はいはい、で人の心の状態というのはその日の時の状態によっても変わります。なので私の場合はその人の心の状態に合わせてこの両方できますよと、その人の心の状態に合わせてできますよと、でこれを融合してやるのでいわき式メソッドというふうに呼んでる、勝手に呼んでるんですね、はい、実は恋愛支援講座とか子育て講座みたいなのもやってるんですが、そこにもそのコーチングの考え方を使って子どもを育てる、恋愛を成功するみたいなこともやっております。はい、いわきのセミナーを受講した人たちから次のような感想が寄せられている。今現在私が直面する問題のためとても興味深くお話を伺うことができました。気づきと傾聴を社内面談の際に活用します。また機会あればぜひ再受講したいです。いわきの開催するセミナーでは NLP コーチングを取り入れた営業術やメンタル不調者を出さないための職場のコミュニケーション力構築法などコミュニケーション問題を抱える人にとって有益な内容になっている。せっかくなので、ミシェルさんがサッカーコーチだよっていうことでこうロープレっていうんですか、ロールプレイングをしていただけないですかね。わかりました、はい、いきなり、せっかくだからやっていただきましょうよ。サッカーコーチの、はいはいはい、コーチだよっていうことで、はい、パスがなかなかうまく成功しないチームであるという前提でやりたいと思うんですが、はい、まあ、これ一番多いんだよ。あ、そうなんですか。これはいい例ですね。まあ、パスミスが頻繁に起きてしまうというチーム状態ですね。はい、はいはい、でまあ、練習の場面でじゃああるとしましょうか、うん、まあ、自由にそこで叱ったり怒ったりできるというような状況で、うん、でパスミスが起きたとしますよね。ある選手がパスミスをしました。はい、はい、じゃあ監督であるミシェルさんどのように言いますか。普通なんだって言わなさいよ。言わなさい。まず、まあ、今の状況を見てその技術量的にそのパスが難しいパスなのか彼にとってとかっていうところはまず見ますよね、はい、でも集中を欠如したところから集中力を失ったところからのできるのにできないパスなのかっていうのは、うん、もう瞬時にこれはやっぱり指導者やってると分かるので、はい、ただそんな中でその出し手と受け手の僕らはコミュニケーションって言いますけども、はい、それがうまく取れてるのかとか、はい、そっちをでそれがそこの理由であればどうしたらいいかなっていう受け手と出し手の間にはどういうコミュニケーションがあるだっていう、はい、そうすると我々的にはその意思表示は目でするのか、例えば手をこういうふうに出したらここだっていうのが分かるんじゃないか、はい、もっと分かりやすいんじゃないのかとか、そうですよね、そういう体の向きは、はい、こっちからこうもらうんじゃなくて開いといてここだよって言ったらすごく分かりやすくないかみたいなことは、はい、言っていきますね、伝えていきますね。今ミシェルさんがおっしゃったところがやはりそれを相手に考えさせるのがコーチングのやり方なんですね。今のこのミシェルさんのコーチングですか、を点数もしつけるなら何点ぐらいですか。後半に話されたことで言ったらもうほとんど80、90点に近いようなことを言われてましたよね。はい、コミュニケーションだよねというような言い方をされていたので、うん、まさしくその通りなんですね、うん、でポイントはとその後どうしたらうまくいくと思う、はい、そうですね、この質問なんですね、うん、どうしたらというところを言葉を使うことによって、うん、その方法を自分で考えるようになるんですね、うん、言われた選手が、うん、ああそうかと、もっと注意しなきゃいけない、もっと相手を見なきゃいけないな、味方も見なきゃいけないな、あるいはもっと自分の脚力をつけて自分の動きを早め早めにしていかなくちゃいけないなみたいなことも自分で考えると思うんですね、うん、でそうするとどういうトレーニングをすればいいかというのもその後練習が終わった後も多分自分でやるべきことが見えてくると思うんですね。はっきりしてくると、はい、そうですね。ただその怒られただけ叱られただけでは萎縮してああまた気をつけてやろうというその世界で終わってしまいますので、はい、これがねいい指導者は瞬時にやりますよね。僕、はい、海外の指導者に何人も会ってるんだけども、はい、今、はい、
イングランドのベンゲルだとか、はい、こっちを選んだけどこっちだったらどうだったっていう、はい、だからこっちを否定されないわけ、自分の考えは否定しない、でもこっちだったらどういうふうに状況変わるかなっていうね、はい、これを受けた時にはね、この人うめえなっていうね、だからやっぱり人なんですよね、はい、人ですね、選手は全然嫌な気もしないわけ、普通だったらお前こっちだろって言われたらカッとくんだけど、はい、特にプロの選手なんかカッときますけど、こう今こっち選択したけどこっちだって言われたら、これはどういうふうに状況変わるって言ったら、あ、こっちの方がいいなっていうさ、そうです ね今のおっしゃった通りだよね、はいはい、ここでですね、岩城さんの名言、格言ですね、はい、お伺いできればと思うんですが、あ、はい、あの人は誰でも無限の可能性を持っているということなんですね。これはあのコーチングの考え方で非常にいろんな方が言われていて、まあ、誰が言ったという言葉ではないんですが、コーチングの世界で非常に広く言われている言葉です。人間は誰しもどうせ私にはできない、どうせ俺には無理だというふうに自分でこの枠を決めてしまう傾向があってしまいます。それはスポーツの世界でもビジネスの世界でも学習の世界でもそれでは非常に損してしまいます。なので人は誰でも無限の可能性を持っていると、でそのお手伝いをするのがコーチの役目である私であるというところで、これからもやっていきたいと思うんですね。本当に悩んでいる人はね、本当にいつの時代も多いんでね、はい、そういうものの考え方だとか引っ張り出してもらうというのが大事だと思うんで、はい、今後とも我々も含めてね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。人は同じようなことを言っても好かれる人と嫌われる人に分かれます。誰一人として嫌われようとして生きている人などいません。みんな懸命に生きて良かれと思って行動しているのに、なぜか評価が分かれてしまうのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、フライトタイム2万時間、元 JAL 国際線チーフパーサーが教えるファーストクラスの心配り。この本を書いたのは JAL 国際線の客室乗務員として世界の空で活躍をしてきた黒木康馬さん。黒木さんは管理職乗務員として大勢のキャビンアテンダントの教育指導をしてきた経験を生かして、おもてなしの極意を64項目にわたってまとめた本格的な実践書です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。